長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。ここ数年地方への移住に関心を抱く人が増えているようですね。そうなんです。長崎県でも移住者が増加していて、令和5年度は過去最高の2075人でした。移住者が増えると賑わいが増して地域が元気になるよね。今回は移住の相談窓口、長崎移住サポートセンターを紹介しよう。ドイルさん。はい、ドイルだよ。長崎移住サポートセンターは県と市長が共同で運営しています。県庁行政棟の4階にある長崎本部のほかに、東京にも窓口があり、移住の検討段階から実際に移住するまでを一貫してサポートしているよ。宇都さん、具体的にはどんなサポートを行っていますか？県内企業の求人情報をご提供し、就職・転職をサポートしているほか、空き家バンク制度のご紹介や民間の不動産情報を活用した住まい探しもお手伝いしています。また東京都や大阪府など県外で移住相談会を開催していて、移住希望者への相談支援も行っています。相談会をきっかけに移住した方にぜひお話を聞いてみてください。 OK、 僕に任せて。去年東京から長崎市へ移住した板坂さん、移住後に自宅でカフェを開業しました。移住のきっかけを教えてください。はい、これまで東京で銀行勤めをしていたんですけれども、これまでの生活を大きく変えたくて、東京で開催されていた移住相談会に出席しました。そこで各地の特色ですとか生活について聞くことができて、長崎へ移住したいと思ったのがきっかけです。先輩移住者の方を紹介してもらって、その方から直接移住やカフェ開業に必要なお話を伺って、とても助かりました。板坂さんは移住にあたって長崎県と市長が実施する移住支援金を活用しました。直近10年間のうち通算5年以上東京23区内に在住または通勤していた方で、対象市町に移住し、市長が定める要件を満たす方を対象に移住支援金を給付しています。1世帯あたり100万円で、単身の場合は60万円です。18歳未満の方と一緒に移住する場合は1人につき最大100万円加算されます。住まい探しや引っ越し費用に移住支援金を活用することができたので、とても助かりました。今後は移住希望者の方々のサポートをしたり、これまで出会った方々との絆やつながりを深めていって、ちょっとでも長崎を元気にしていけるような活動ができたら嬉しいなって思っています。今回の内容は全世帯広報誌伝える県長崎8月号の特集ページと県のウェブサイトで詳しく紹介しています。移住を考えている方は長崎移住サポートセンターに相談するしかない。しかだけに